まとめて紹介、ポケモンカードゲーム6月商品。はい、というわけで今回ですね、6月、半ばに発売されます、いろんな商品をですね紹介していきたいと思います。はい、じゃあ早速いきましょう。まずはね、なんといってもみんな大好きデッキシールドからいきましょう。エントリーナンバーその1、じゃじゃん、睡蓮&ヨアシ、イエイ。あー、いいね、睡蓮の存在感。そしてこの、これあれか、ヨアシ釣ってるね。サニーゴとかも可愛いね。これなんかこう見てるだけで癒されるっていうか、こう年齢が若返る気がする。はい、若返りたい、青春を思い出したい、あなたにおすすめのデッキシールドですね。続いてエントリーナンバー2番はカビゴン。こんな感じですね。カビゴンの上にさ、人影ゼニガメ、不思議なにピカチュウが乗って寝てるんですよ。これみんな寝てるんよ。もっと大きくしてみて、ほらこれみんな寝てるんよ。癒しじゃな、都会に住んでいることを忘れますわ。はい、そしてエントリーナンバー3、じゃじゃん、今回の、デッキケースと同じやつだね、マーシャドウ。はい、やっぱりこう新しく登場しているポケモンだけあって可愛いし、なんかかっこいいし、こう力が入ってる感じするよね。可愛いけどやっていますよって感じね。このちびっ子が頑張ってる感じっていうの、こういうのいいっすよね、憧れちゃいますよ。うん、色使いも素敵ね。デッキケースもねこんな感じなんですけれど、はい、マーシャドウでね、横が鳳凰でね、後ろがネクロスマでね、そしてここがねリザードなんだな。4種類のポケモン、中身はね、中身はネクロスマとマーシャドウなんだな。 2D イラストチックな感じになってます。続いてこちら、じゃじゃん、ピカチュウ系です。ピカチュウアローラフレンズっていうデッキシールね、こちらなんですが、真ん中にピカチュウのオスとメスだね。これ尻尾の形で分かるんだけど、ピカチュウのオスとメスが真ん中にいて、アローラナッシーやアマカジやね、トゲデマルやね、カプコケコとか、いろんなポケモンがこう楽しそうになんか踊ったりしてるね。かわいいね。はい、夏っぽくていいよね、アローラ地方に行きたくなるよね。この際ハワイでもいいや、ハワイ行きたいな、ハワイ前行ったな。そして最後こちら、ミミッキュいっぱい、名前の通りいっぱいですね。ミミッキュがいっぱいなんですよ。ここにね、わかる、ここにちょっとだけ、ここにピカチュウおるんよ。ここにピカチュウがちらっと見れたとミミッキュなんですよね。素晴らしい、いやー全部欲しくなるわ。ぜひ売ってるうちに全部手に入れてね、デッキを作ってみてください。そして今回ね、新しく出ますよ、これこちら、じゃじゃん、コレクションファイルです。はい、コレクションファイル、ネクロズマ来ました。ほっ、こんな感じ、中はね、まあ、前回と変わんないかな。はい、ただこう白黒でね、かっこいいんですよ。よく見たね、このネクロズマだけじゃなくて、ここにレッグザがいて、ここにリザードンがおるんですよ。はい、かっこいいね。こう反対側はこう結構鏡っぽくね、反対側こうやって映るんですよ。面白いね、鏡にも使えちゃう。これでも化粧も直すんじゃないの、これ言い過ぎか。はい、というわけで今回はこんだけ紹介していきました。はい、あとはね、コンビニとポケモンセンター限定でね、スペシャルセット人影というね、ババン、こちらの商品も発売されますんで、こちらもよろしくお願いします。はい、今日紹介したのはね、全部6月16日発売です。はい、なんといってもあとは拡張パック第3弾も出ますのでね、ぜひこの6月をね、いろんなものを手に入れて楽しんでください。それでは。